どうも、駒ヶ崎です。ちょっと背景にね、僕の倉庫みたいな部屋が映っちゃってて恥ずかしいんですけど、まあ、今回紹介するのはこちらの商品でございます。重た。はい、これですね。デアゴスティーニストレッチーズパワーミュータント。今回もコンプリートセット紹介していくんですが、なんとですね、これデアゴスティーニジャパン様から提供していただきました。ありがとうございます。じゃあまずこのコンプリートボックス見ていきましょうか。こう側面にラインナップ表がついていて、で反対側もこのようになってます。上から見てみましょうか。ライオンとサメが向かい合った形になっていて、ちょっとねおなじみのキャラクターっぽいのもちらほら見えますね。じゃあ早速この箱を開けて中身確認していきましょう。蓋を開けると、ほっ、おー、こんな感じでパックが詰まっております。さてことで、個包装のパッケージこのような感じになってます。これ一体一体がかなりしっかりと重たいんですよね。今回のパッケージちょっと見てください。そこにマチがついていて、この袋の状態でこうやってね自立するんですよね。これ撮影する立場からすると地味にありがたいですね。パワフルボディにボリュームアップした、暗闇で光るやつもいるぞ。全部で16種類ストレッチーズパワーミュータント。ラインナップはこのような感じです。今回特別アソートが5種類かな。暗闇で光るこのイカとキツネとフクロウかな、この3体と、そしてライオンとシロクマがゴールドボディシルバーボディ、このまだ正体のわからないシークレットが1体おります。じゃあ早速これ1個開けて中身を確認してみましょう。でこれは箱の一番上に置いてあるのを取ったんですけど、結構ね今までのパターンからするとレアアソートが一番上に入ってがちなんですよね。なんで多分ゴールドボディとか入ってるんじゃないかな。見ます。さあ何が出るでしょうか。あれ、これタコっぽいな。おおお、かっこよ。これ、え、めちゃめちゃかっこいいタコですね。でしかもね、デザインちょっと変わってます。このような感じです。めっちゃいいじゃん。すごくね、こう足腰がどっしりしてて、これまさかだけど自立する。あ、これバランス取れば自立するかもしれない。すごいね。立ちました。今出たのはジェットオクトパス。セット内容は玩具1個とこのブックレット1つですね。ブックレットの方も見ていきましょう。あ、倒れた。さあ、安定しないのでいつもの椅子に座らせておきました。でまずこのようにですね、キャラクターの絵が書いてあって、説明文とライバルとか書いてありますね。で今回なんていうか、これサイボーグ化なんですかね、体の一部分に武器が搭載されているといった感じになってます。地上に出た時はジェットブーツで空を飛ぶことができ、すぐに敵の背後に回って攻撃を開始すると。格ゲーのストーリーパートみたいな見開きがあって、最後がラインナップ表です。今回出たのはジェットオクトパス。まあ多分これ足の構造なんかも地面にこうピタッとつくようになってるんでね、ある程度自立できるような設計で作られてるんですかね。中は砂みたいなものが詰まっていますね。でこのように形を変形させたりとか、この手足を伸ばして遊ぶことができます。どのぐらいいけるかやってみましょうか。こんな感じです。足が伸びちゃったといった感じです。じゃあどんどん開けていきましょうか。2個目、これは赤い、これは何ですか。カエルの戦士ですね。立つかな。今までね、こう足がほんとグニャングニャンだったんで立つことはかなわなかったんですけれども、立った嬉しいなこれ。はい、今回倒れちゃった。さあ今回出たのはロケットフロッグ。非常にマッシブな体型をしていてかっこいいです。カエルはね、過去にストレッチーズズータントっていうシリーズの時に、なんか確かカンガエルだったかなっていうキャラクターがいたんで、ミュータントシリーズには多分カエルの戦士初参戦ですね。赤色が2つ揃いましたね。このバランス取って立たせるっていうだけでもね、ちょっと遊べるのがいいですね。離したら立つかどうか
じゃあ次行きましょう。3個目。お、イカの戦士。多分ソーダ味ですね。そんな感じの色合いです。あ、でね、イカの戦士ちょっと柔らかいですね。軟体だからか。今までの2人に比べると、ちょっと足腰が弱い感じがします。右手にガトリングガンのようなものを装着しています。今までになかった、かなり直線的なパーツになってるんで、ここの武器は武器でこう触り心地を楽しめるというか、この角の感じすごく好き。イカの戦士は、インク対応。蓄光ボディですね。深い海の底からやってきたインク大王は、筆の先にインクスピッターという真っ黒な液体を噴射する武器を持っている。あ、これガトリングガンじゃなかったんだ。ちょっとあのスプラトゥーン的な武器なんでしょうかね。インク大王。はい、次行きまーす。お、これは狼ですね。狼のキャラクターが出ました。これは自立可能かどうか。おお、これあの自立チャレンジ結構楽しいです。お、いけたんじゃない？今回スモーキーウルフですね。右手になんかかっこいい装備をつけてます。照準みたいのついてるからさ、これは銃なんでしょうね。あ、違う、なんか煙出てる。スモーキーウルフは敵を見つけるとスモークガンからものすごい量の煙を一瞬で吹き出させ、自分の姿を敵から見えなくすると素早い動きで敵に近づき攻撃を開始する。こういう感じです。僕このウルフの顔好きなんだよな。 NHK でね、昔やってたアレフっていうキャラクターがいるんですけど、所ジョージさんが声優やってたやつ、あれに似てるんだよな。次いきます。黄色い、お、かっこいい。ゴリラの戦士です。彼は自立するでしょうか。ポーズがね、ものすごく力強くていいですね。なんか、多分ストレッチーズミュータントとかは、割と棒立ちのポーズだったんですけど、今回いいですよ。造形もなんか力入ってますよね。ちょっとなかなか彼は自立難しそうですね。はい、ダメでした。今回は黄色い蛍光色のゴリラさんでございます。フックガンゴリラ。敵を気絶させるほどの大きな叫び声を出すフックガンゴリラは、スピンフックガンという回転しながら飛んでいく怒りのような武器を身につけている。怒りは鎖でつながっていて、敵に命中するとその強い腕力でたちまち敵を引き寄せてしまう。ちょっとシミュレーションしてみましょうか。フックガンゴリラいるじゃないですか。彼の武器は耳をつんざくようなとんでもない叫び声なんですよ。で、まあ、こういう形ですよね。こういう形になってすごい腕力でグイッと引き寄せてしまう。ここで叫ばれたらね、鼓膜破裂しちゃいますからね。で、どうするかって言ったら、ここでもう煙をブワッと出して、でゲホゲホしている間に素早く後ろに回ると、こういう戦闘になるわけですね。頑張ってほしいですね。武器が基本補助系っていうのがすごくいいですね。じゃあ次開けていきましょう。さあ次開封します。お、あ、また手で隠しちゃった。これは牛の戦士ですね。おお、あ、なんかこれでもね、見たことないキャラですね。牛っていうかちょっと羊系ですかね。このまたどっしりとした構えが非常にかっこいい。で、これね、後ろから見てもすごく背中の筋肉がたくましくてかっこいいです。さあ、このキャラクターはハンマーシープです。ハンマーシープの武器は銀でできた重く硬いシルバーハンマーだ。敵に立ち向かうときはそのハンマーに力を集中させながら突進していく。シルバーハンマーが急所に的中したら敵はひとたまりもない。こういう状態ですかね。こう言ってドーン。左腕に搭載されたのがシルバーハンマーです。シルバーハンマーと本人が言ってるんで、そういうことなんでしょう。ハンマーシープでした。では次行きましょう。お、これ牛の戦士ですね。ポーズがかっこいいです。オレンジ色のね、パンツとグローブが、全体は深い紫色なんですけれども、そこにこの蛍光色のパンツとグローブがとても映えています。さあ、これは立ちますでしょうか。スタンドアップチャレンジ。はい、ダメでした。ホーンバッファロー。ホーンバッファローは腕に高速回転するホーンエスカベーターをつけていて、目の前にどんな障害物があろうともそれを粉々に砕きながら敵をめがけて一直線に突進していく。敵は彼の突進から逃げられないと書いてあります。腕で行くんですね、突進ね。
ここを高速回転させながらこういう形です。でそれぞれこうキャラクターの足もね、その動物を再現したような足になってます。では次開封します。お、これはイーグルかな。爪の感じが非常にいいですが、アイアンイーグル、翼を持ったミュータントが空から舞い降りる。それはアイアンクローを武器に持つアイアンイーグルだ。彼のロボットアームには鋼のように硬く剣のように鋭い爪を持つ4本の指があって、どんなに硬いものでも一撃で突き刺すことができる。全体的にはちょっと青みがかった白といった感じ。色味もいいですよね。で顔はね、相変わらずバキのスペックにちょっと似てます。アイアンイーグル。さあ次行きましょう。まだねゴールドシルバーは出てないんですよね。一応光るやつは1個出てるんですけど、シークレットとゴールドシルバーがまだです。楽しみですね。行きます。よい。お、虎の戦士、またなんかダイナミックなポーズをとっていてとてもかっこいいですね。虎の戦士ドリルタイガー、しなやかで強力な筋肉を持つドリルタイガーの攻撃スピードは恐ろしいほど速い。さっと敵に近づくや否や強烈なパンチを繰り出し、相手がひるんだ隙に自慢の武器のメガドリルで敵をズタズタにしてしまうと。パンチでひるませてドリルで倒すんだ。今回プレゼントキャンペーンがね、ドリルタイガーのメガドリルグローブになってるんですよね。ドリルの部分の触り心地も非常にいい感じです。なんか排気の穴とかついてて非常に細かいですね。さあ次行きましょう。そろそろシークレット来るかな。行きます。ほ、あれこれシルバーじゃない？あ、シルバーっぽい。シルバーっていう割にはピカピカはしてない感じですね。硬い金属みたいな雰囲気があって、これもなかなか良いですね。フリーズベアですね。これシルバーなんですけど、特にね、リーフレットの方にはシルバーとか書かれてないみたいですね。白い巨体のフリーズベアは大量の冷たい氷を一気に吹き出すことができる。大砲のアイスフリーズキャノンを持っている。大量の氷を浴びた敵はすぐに手足が凍りつき身動きができなくなってしまう。なかなか凶悪な武器を持ったキャラクターですね。表面薄く毛並みが再現されてて非常に細かいです。でこれがその武器ですね。ということでフリーズベアでした。次開封します。ほっ、あ、これは、お、何これ、え、怖っ。あ、これシークレットじゃない？魚人です。なんだかねトゲトゲしい武器を持ってます。これシークレットですね。ブレードピラニアで、全体クリアボディになっていて中に赤い砂が入ってます。なんでちょっとこう生々しい色合いになってて、それもまたなかなかいいですね。腕についているサイクロンブレードはものすごい速さで回転し、水中でも陸上でも強烈な渦巻きを起こすことができる。渦巻きに飲み込まれた敵はなすすべもなくくるくると回転し、目を回して立ち上がることができなくなってしまう。これすごくかっこいい。若干そのグロテスク寄りのキャラクターデザインなんですけど、肩口のあたりから背中にかけて鱗があってですね、ここの触り心地も非常に気持ちいいですね。やっぱこのクリアボディいいですよね。前回はタコの戦士のクリアカラーバージョン、なんか海賊のタコだったんですけど、今回はシークレットピラニアでした。さあ次行きましょう。カニだ。怖っ。なかなか怖い顔をしていて、背中ブツブツがいっぱいついてる。カニのね、口角の硬い感じがしっかりと表現されていますね。さあスタンドアップチャレンジ、これは立たせることができました。さあ次はこれですね。シザークラブ、岩のように硬い甲羅を持つだけでなく、どんなに硬いものでも砕いてしまうシザーズクローという大きな爪も持っている。甲殻類って今まで多分いなかったんじゃないかな。初のカニのキャラクターですよね。背中のこのゴツゴツ感がすごくて、この触り心地最高です。じゃあ次いきます。あ、これ光るやつかな。これ光る。おお、なんかわんぱくなポーズをとっています。 TM レボリューションのホットリミットですね。さあこちらはですね、ソニックフォックス。パワーのあるミュータントではないが、すばしっこく頭もいい。そんな彼の武器は超音波で衝撃を与えることができるソニックシューターだ。敵はその大音響に驚いて気絶してしまう。いや、ポーズ最高ですね、これ。ゴリラに近いんだけど、ゴリラよりもよりこう、わんぱく感があるというか。同じっちゃ同じ気がするんですけどね、脇の締まり具合が違うようにも見えるんですよね。
だからどっちかっていうとこっちの方が隙の大きい構えというか、バキのスペックとかね、花山とかの構えと一緒ですよね。すいません、隙あらばバキの話しちゃって。ソニックフォックスでした。狭くなってきましたね。じゃあいきます。わっ、あ、これゴールド。おー、ライオンだ、かっこいいな。今回ゴールドとシルバーがかなり抑えめの色になってますね。フレイムライオン、長い縦髪をなびかせるフレイムライオンは強力な顎の力と鋭い歯を持った最強のミュータントの一人だ。そんな彼が手にしたのはフレイムガンという火炎放射器だ。バーナーを搭載したライオンでございます。なんていうか鬼に金棒、ライオンにバーナーといったところですね。これがね、今回のゴールドシルバーですね。まあなんていうか、正直言われないとわからないくらいのツヤ感です。かなり抑え気味の色合いになってますね。さあ残すところあと2つとなりました。このパッケージのサメまだ出てないんで、とても楽しみですね。いきます。あ、これフクロウか。フクロウのファイターが出ました。全身がすごく真っ白です。ハリケーンフクロウ。ハリケーンフクロウは暗闇でも敵を見つけることができる優れた目を持っている。彼の自慢の武器はハリケーンキャノンで、冷たい風の巨大な渦を作り出す。敵はその渦に巻き込まれると凍りついて何もできないまま吹き飛ばされてしまう。こういう感じですね。頭の部分は羽毛になっています。さあ光るやつ3体並べるとこんな感じになります。今回光るのはイカ、フクロウ、ワンパクフォックスの3体です。光らせるとこういう感じです。というわけで残すところあと1つとなりました。僕にとって年数回のお祭りですね。ディアゴスティーニパックトイシリーズストレッチーズパワーミュータント、最後の1個開封していきましょう。名残惜しいんですけどね。最後1個開けましょう。いきます。おー、顔が結構変わってますよね。顎に金属パーツのようなものが付けられていて、牙がかなり大きいです。巨大な牙をむき出しにしています。最後はハイドロシャーク。海の中を本拠地にしているハイドロシャークだが、陸上での戦闘能力も高い。敵を見つけるとハイドロガンから大量の海水を吹き出して辺りを水浸しにし、自分が戦いやすい状況を作り出してしまう。イラストだと緑色なんですけど、海水を吹き出させているんですね。そこらを水浸しにして自分に有利なフィールドを作り出してしまうと。実際海中でホホジロザメに襲われたらひとたまりもないですよね。動きのあるポーズもいいんですけど、こういうシンプルなポーズもかっこいいですね。じゃあパッケージ再現っていうことでライオンと向かい合わせてみましょうか。立たせられるかな。もうちょい近くに持ってこようかな。はい、こういう感じです。いいですね、パッケージ再現できました。後ろにこうですよ。あ、逆だった、しまった。こういう感じです。いや、いいですね。というわけで今回はこのストレッチーズパワーミュータント紹介いたしました。じゃあ今回のね、僕の一番のお気に入り決めていきましょうか。今回僕が一番気に入ったのはやっぱこれかな。これです。なんだっけ名前、このシークレットピラニアの戦士が一番気に入りました。僕クリアボディ好きですね。はい、でこちらの商品店頭発売日が店舗によって異なりますが、2024年3月12日あたりからということなので、まあ、そのうち本屋さんの一角だったりとか、スーパーのお菓子売り場なんかに並ぶと思いますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。駒ヶ崎でした。